い、どうも皆さん、おはようございます。 NJPW ボーイこと N ボーイと申します。はい、新日本プロレスのね、ファンなんですけど、まあ、そんな今回の動画はですね、まあ、岡田和親選手に関してのお話をしていこうと思います。まあね、やっぱ岡田選手に関する動画はね、どうしてもまあ多くなってしまうと。それはもうね、岡田和親選手新日本プロレス対談なんてね、もう何ですか、ここ数年数十年の中で見ても、まあ、最も大きな、ビッグな出来事と言っても過言ではないんで、それはもう岡田選手に関しての動画はね、撮りたいわけではあるんですけど、まあ、その中でね、岡田選手がまあ対談するわけではあるんですけど、まあ、ずっとこう一つね、まあ、明かされていない真相というか、まあ、そもそも根本的な疑問っていうのが、まあ、やっぱりあると思うんですよ。それが、どうして岡田選手は対談するんだと。まあ、対談理由ですよね。まあ、対談するってことは、要は、何かこう、対談理由が絶対あるわけで、例えば、まあ、じゃあ、ちょっと新日本プロレスのことがちょっともう嫌いになりましたとか、ちょっともう給料安いんで、いや、もう嫌ですとか、いや、ちょっとアメリカに行ってみたいんです。もっと有名になりたいんですとか、なんか AEW とか WWE がすごい高額なオファー来たんですよとか、まあ、いろんな理由は、考えられるわけではあるんですけど、まあ、結局それはね、我々の妄想であって、まあ、実際岡田和親選手はどういった考えがあって、まあ、この長年いたね、新日本プロレスを退団したのかと。まあ、ここがやっぱり一番大事だし、まあ、重要だと思うんですけど、いや、さすが、これ、トースポさんですね。はい。今回だとトースポさんのインタビューで、岡田和親選手対談の真相というのがね、ついに判明しました。ちょっと、ま、先にね、そちらご紹介していこうと思うんですけど、まずですね、これ、対談を決意した経緯は、はい。これがね、一番知りたかったんですよ。はい。で、岡田選手というのは、まずはね、契約が今年で5年だったっていう、なるほど。ちょうど契約が、切れる年であると。なるほど、5年契約ですね、岡田選手は。はい、長期契約ですね。何かを考える、一つのタイミングだったというのはありますよねと。確かにちょうど5年でね、切りもいいですし、まあ何かを考えるというのは一つのね、いいタイミングの時期ではありますね、確かに。ここからね、また新日本プロレスと、契約していくのか、点々と。それとも、他の世界をね、見ようかと思った時に、もしかしたらこれが、最後のチャンスなのかもしれないというところはありましたね、と。なるほどね。まあ確かに岡田選手クラスのレスラーが、まあ契約更新する場合、おそらくその、まあ、1年とか2年とかそういう短期契約ではなくて、まあ、それこそ5年とか、まあ、その複数年契約になる可能性が高いと。じゃあここでもしもう一回新日本プロレス契約更新した場合は、まあ、今岡田選手って36歳で、仮にじゃあまた5年契約したら、まあ、次41歳ですもんね。41歳になるまでは、まあ、他の団体に上がることが基本できないと。まあ、契約破棄なんてもちろんしたくないでしょうんで、まあ、41歳になってしまうと。で、41歳は確かにさすがに、まあ、もちろん全然まだまだいけるとは思うんですけど、まあ、前世紀からやはり一歩、まあ、下がってしまうと思うんですよね、このコンディションとか。だからもし本当に、まあ、チャレンジ挑戦するんだったら、このタイミングっていうのは、まさに岡田選手その通りですよね。もう本当にここがラストチャンスっていうのも、まあ、わかりますね、これは。そして、決断時期はという質問に対して岡田選手は、まあいろんな話はね、もちろん会社としても、してくれましたし、ちょっと前からね、ちゃんと決めていたのは、本当ね、最近ですねと。ちょっと前からと。でちゃんと決めていたのは、本当に最近と。なるほどね。でちょっと前から、いろいろ会社と話はしていたんだけど、まあ本当に対談をもう決意したっていうのは、本当に最近であると。やっぱこれ新日本プロレスとしても、まあもちろん岡田選手からそういう話はチラチラ聞いてはいたんだけど、なんとかこうね、とどまらせようと思い立ってもらおうってことで、やっぱいろいろこう交渉はしていたと思うんですよね。でもやっぱり最終的には、岡田選手の意思が固いということで、まあ、今回ね、こういう急な対談に、なって、まあ、しまったっていう、表現でいいんですかね。まあ、なったという、わけではありますね。はいはいはい。そして次ですね、最終的に、外に出ることを選んだ理由ということで、岡田選手というのは、まあ、今回ね、辞めると発表して、巡業に出てと。まあ、ここがやっぱ一番大事ですよね。なんで、新日本プロレスを辞めたのかと。やっぱり、居心地が良すぎるんですよね、と。なるほどね。居心地が良すぎると。な
なるほど、なるほど。それはどうなのかなって。メキシコから始まったプロレス人生の中で、新日本プロレスに来て、レインメーカーになって12年経って、そうですね。ちょうど2012年に、まあ、レインメーカーとして凱旋帰国したんで、まあ、2024年、今年がちょうど12年目であると。まあ、多分、ここにいればね、何も不自由なくプロレスできちゃうと。まあ、確かにそうでしょうね。岡田選手は間違いないでしょうね。でも、そんなハングリーさのない岡田和司になってくるのも、嫌であると。あぐらをかけるような状況が嫌というか、なるほどね。これが岡田選手が新日本プロレスを退団する理由ですね。まあ、これ結構中村選手と似てるなと思って、要は、まあ、ちょっと言い方の表現は違いますけど、まあ、要は今の安定した環境じゃなくて、やっぱもっと外に出たいと、まあ、違う環境に行って、まあ、いいライバーもっと上を目指したいっていう、まあ、ことかなと思うんですよ。まあ、確かに岡田選手も新日本プロレス長いですし、しかもやっぱ今の地位にいるんで、まあ、岡田選手確かにま、不自由ないとは思うんですよ。ぶっちゃけ新日本プロレスにいれば。でも今後もやっぱ新日本プロレスと、まあ、契約を続ければ、まあ何不自由ないというかね、多分新日本プロレス的にはやっぱ十分給料もまあ多分一番トップぐらいで払ってるでしょうし、まあやっぱねもう関係性とかもね、ケイオスのメンバーもいるし、まあライバルもいるしって、で日本プロレス界のまあ何ですか、この頂点でもあるんで、でも本当に何不自由ないプロレスがまあできる環境っていうのは岡田選手自身の力で作り上げてきたわけではあるんですけど、まあそれをもうぶち壊すと、そんな環境もういいから、もっと俺はハングリーに相手だと、俺はもっと違う環境に行きたいんだという、いや、これは本当にチャレンジ精神の塊ですね。これなかなかできる人は、そうそういないと思いますね、僕。なんだかんだやっぱね、安定した地位とかね、その安定した立場になったら、まあそこにもう何ですか、まああぐらをかくって言い方はちょっとあれかもしれないですけど、まあそこでもうのんびりして残りの人生過ごそうみたいな考えも、まあ普通はそうなると思うんですけど、まあ結構プロレスラーの方でももちろんそういう考え方の方の方が多いと思うんですけど、まあやっぱ岡田選手というのはそうじゃないと。確かに、まあ、安定して何不自由もないんだけど、でもそれじゃダメだと、もっと俺は、違う環境に行きたいというのが、まあ、岡田選手は今回、プロレスを、新日本プロレスを辞めた理由であると、まあ、言うならばマンネリとも近いのですかね、これはやっぱり。なるほどね。はいはいはい。そしてですね、レスラーとしての信念を、貫いた結果ですかと。うん。まあ、人間ね、岡田和司だったら、ここには仲間もいるし、まあ、一番いい環境ですけど、そうですよね。もう本当に一番いい環境ですよね。レスラー岡田和司としては違うなってところがありましたねと。なるほどね。やっぱレスラーっていうのは、その何ですか、安定した地位にずっといて、のほほんとするよりも、常にこう刺激的な、場所に行って、常にこう何ですかね、目玉ギラギラに光らして、やっぱ上を狙うっていうのが、まあレスラーであると。まあ確かにまあそうですよね。実際、なるほどね。はいはいはい。対談発表後の反響も大きかったと。まあいつもね、お世話になってる人とか、そういう人には、ニュースで知るのはね、寂しいかなと思ったので、まあいろいろ事前にね、連絡させてもらいましたと。まあでもまあ本当に世界中のレスラーから連絡がありましたねと。これ多分あれですよね。レスラーっていうかまあ、WWE の関係者とか AEW の関係者からも連絡あったと思うんですけど、オファーの連絡とかね、もちろんあったと思うんですけど、まあこれどうなんですかね、結構なんかヤングバックスとか岡田選手仲いいって聞くんで、まあヤングバックスからも連絡あったと思うんですけど、まあもうすでにやっぱ岡田選手の元にはいろんなこうオファーの連絡が来てると思うんで、まあそれを今岡田選手が一つ一つ、まあちゃんとなんですかね、こう吟味してる段階なんですかね、これは。そして次がですね、今後の活躍に期待がかかる一方で、やはり業界の顔の対談は衝撃であると。はいはいはい。これからのね、新日本プロレスに一つだけ言えるのは、はいはいはい。全然チャンスじゃないよっていう。なるほどね。僕がいなくなったから、席が空いたとかじゃなくて、確実に言えるのは、ピンチだよって。次の世代が、よし、これはチャンスだと思うのは確実に間違いだと思うんですと。このピンチを救えたものにチャンスが来るというか、これはあれですね、非常に岡田選手らしいコメントだなと思いましたね。やっぱ自分の地位に
絶対なる自信とプライドがあるんだなっていうふうに思いました。まあ、よくやっぱ僕もそうなんですけど、今周りがやっぱよく言ってるのが、いや別に岡田選手抜けても大丈夫だよと。まあ、新日本っていうのは、まあ、過去ね、やっぱ上のものが抜けても、まあ、下のものがこう突き抜けて、世代交代していくと、AJ と中村が抜けても内藤とケニーが上がったように、岡田とオスプレイがいなくなっても大丈夫だよっていうふうな、まあ、コメント結構あったと思うんですけど、いや岡田選手はそうじゃないと、そんな考えじゃダメだと、そんなに言ってんだお前らと、全然俺が抜けるのはチャンスでも何でもないと。マジでピンチだよと。そこはちゃんと、分かってくれよと。まあ、よし、これはチャンスだって思うのは、全然違うぞと、お前ら。マジで新日本ピンチだから、これを救う、このピンチを救ったものこそに、まあ、チャンスが来るという。これはやっぱ岡田選手にしか言えないですね、この言葉は。本当に。説得力がやっぱ違いますね、本人が言ってるんで。岡田の代わりがそんな簡単に務まると思うなと。まあ確かにそうですよね。岡田選手がやってきたこと、そんなすぐにじゃあ、ホイホイ引き継げるようなものではないんで、決して。まあ今、令和闘魂三銃士とかね、やっぱ引き継ぐんじゃないかって言われてますけど、ね、そんな簡単にやっぱ岡田選手の後は引き継げないぞと。チャンスではない。これはピンチであると。なるほど。これは非常に、深い言葉ですね。はい。そして、そこまでね、岡田の穴は小さくないと。そうですねと。まあ結構なピンチだと思うので、そこを勘違いしてない人が上がってくるんじゃないですかと。もちろんそこは、新日本ですし、戦ってきたり練習見たりしてきたメンバーですから、誰が来たっておかしくないなとは思いますと。なるほどね。まあやっぱみんなの実力は認めてるけど、なんかこれをピンチだと思って、危機感持ってる人間こそがちゃんと上がってくるんじゃないかと。いや、なるほどね。はい。これはちょっと考えさせられましたね、僕も。いや、そして次ですね。棚橋弘社長からのエールがあったと。やっぱりね、棚橋さんが社長だから、いけるっていうのはかなりありますよと。こっち、まあ、レスラー側の辛さを知ってくれているし、見てくれているし、まあ、現場のことをね、一番知ってくれているという。まあ、そうですよね。棚橋選手もずーっとレスラー側でね、やってきてましたし、誰よりもね、プロレスやって、しかも、プロモーションもやったりって、正直、本当に他のレスラーの2倍、3倍ぐらいは、働いていたと思うんですけど、やっぱそういう方が、社長をやってるってことは、まあ、現場のことも理解してくれてるから、やっぱ非常に、まあ、岡田選手としても、まあ、そのなんですかね、こう頼りになるというか、安心して、向こうに行けると。なんかドラえもんみたいな感じですね、これ。そして、それまではね、こっちを見てくれる人たちがいなかったんですけど、この社長、棚橋さんだったら安心していけると。変にオーナーに、ごまをするとかもないと思いますし。いや、この発言、僕ちょっとね、すごい引っかかるというか これどう、いや、僕これ、動画には出してなかったんですけど、実はなんか前々からその海外メディアとかの情報を見てると、なんか岡田選手とその社長の仲が悪いと、どの社長とはあえて言わないですけど、まあ、とある社長と岡田選手の仲がまあ悪いと、まあ、だから、ちょっとその社長辞めたんじゃないかっていう話をちらっと聞いて、で、やっぱその理由っていうのが、まあ、理由がいろいろあったんですけど、その一つに、やっぱりその社長っていうのは結局現場側の理解をしてないと、だからこっちがどんだけ苦労してるのか分かんないから、なんかそんなことで、とやかく言ってくんなっていうことが理由の一つって書かれてたんですけど、で、僕はそれは、なんかまあ冗談かなと思ったんですよ、さすがに。そんなことないんじゃないかと、って思ってたんですけど、今回の岡田選手のこの発言見たら、多分あれ本当でしたね。まあ、少なくとも岡田選手は、まあ、今までの、そのどの社長かちょっと分かんないですけど、まあ、社長に対してあまり、まあ、いい感情を持っていなかったんだなっていうのが、今回のこの岡田選手のコメントで僕は確信しました。まあ、オーナーにごまんするとかもないと思いますし、ってところも、これ裏を返せば、要は今までの社長は、まあ、キダにオーナーにごまんを吸ってると、キダにオーナーにごまんを吸って、我々の方にはあんま見てくんないみたいな、まあ、意味合いにも聞こえますよね。いや、これなんか最後にちょっと僕、岡田選手爆弾発言したなって勝手に思ってるんですけど、僕だけですかね、これ。まあでも、まあそうはあったけど、でも、棚橋社長であれば、そんなことは決してないと。そうですね。棚橋社長はね、もちろんもうずっとレスラーやってましたんで、レスラー側の気持ちも誰よりも理解できるんで、なんかやっぱそうなんですかね。棚橋選手が社長になったのは結構岡田選手の後押しが多かったんじゃないかなと、ちょっとなんか勝手に今妄想してるんですけど、いやー、でもこの発言ちょっと僕怖いっすね。やっぱちょっと岡田選手からすると、ちょっと社長さんとあんまりうまくいってなかったところもあったのかな。まあ、実際思っ
表に出したかどうかわかんないですけど、まあ、心の中ではちょっと、んって思うところが確実にあったんだなっていうのが、今回のこのコメント見て、非常に僕は思いました。はい。ただ、棚橋社長がなってくれたから、今はもうね、安心していけるということですね。はいはい、なるほど。新たな主戦場が、どこになるかも注目を集めていますけど、まずは新日本所属選手として目の前の試合に全力を注ぐと、うん、そうですねと、楽しくというか、しっかりと戦いつつも、お別れをねしていきたいなっていう感じです。まだタイトルマッチも残ってますしと、そうですね、まだ岡田選手はね、ニュージャパン所属なんで、そうですね、はい。24日の後楽園大会では、ネバー無差別級6人タッグの、V8 でですね、挑戦者が TMDK、これが所属最終戦と、なると、まあ、岡田選手に2023年に、6人タッグのベルトを取れたのもすごく良かったですし、それで締めるっていうのもいいことだなと思いますと、まずそれで、所属最後を終えて、その後は、プロレスラー人生初のフリーターになりますと。あ、じゃあ岡田選手あれなんですね、やっぱ1月31日でもう契約が切れて、一応2月の大会3試合 2.11、2.23、2.24 も参戦することは決定してるんですけど、それはもういわゆるそのフリーターというか、まあフリーランスですよね、要は。新日本所属としてではなくて、まああくまでフリー契約としてだから、今のミドル選手みたいな感じで上がるってことなんですね。これはあれなんですかね、オスプレイ選手とかもそうなんですかね。タマトンガ選手はちょうどね、やっぱ 1.24 で、終わるわけなんで、多分それが本当に、まあ契約、所属契約最後であると。で、2.11 に出場するってことは、つまりそれは、まあ、契約外であると。まあ、契約は終了したけど、まあ、最後にこう、新日本プロレスのために、まあ、一戦上がってくださるみたいな。まあ、もちろん契約してるんで、新日本もお金払ってますけど、まあ、そういう。そういう所属としてではなくて、まあフリーランスとして上がるのが、おそらくまあこのオスプレイ選手と岡田選手は2月になるということで、いうことだなというふうに、まあ今回これ見て分かりましたね。はい。っていうことがね、今回まあ岡田和親選手がインタビューで話していて、まあ対談の真相が分かったわけではあるんですけど、いやーでもこれはさすが岡田選手っていい感じですかね。その現状に満足して、現状維持にするんじゃなくて、もっとやっぱまあ上を目指したいというか環境を変えてもっとハングリーに、まあ生きていきたいと。これはなかなかね、まあみんな思うことかもしれないですけど、実際に実行するのはすごく大変ですからね。今まで築いてきたものを、まあ一度全部崩してまた新しい環境に飛び込むっていうのはね、なかなかこれでみんなができることではないんで、まあさすがレインメーカー岡田和親選手だなっていう、まあ感じは僕はしましたね。はい。というわけでね、今回はまあ岡田和親選手の対談の話をしてきたんですけど、ちょっとね、途中の爆弾発言も個人的にはね、あって、非常に興味深かったんですけど、まあね、岡田和親選手、新日本プロレスをね、対談されるということで、本当にね、今までお疲れ様でしたと。もうそれしか本当ないですね。はい。で、まあ岡田選手はね、俺が抜けるのはチャンスじゃなくてピンチだよって言ってるんですけど、まあそうは言ってもでもね、やはりこう、誰かがやっぱ岡田選手の後を継がないといけないんで、まあ岡田選手が言うように、まあこれがピンチと捉えて、まあ誰がねトップに立っていくのかと、結構前の動画でも話したんですけども、岡田選手が対談することによって、まあ俺がもう今後新日本を背負っていくって言ってる選手たちも何人かもいらっしゃいますので、果たしてね、それらの選手が上がってくるのか、それともね、予想もしていなかったような選手が急に上がってくるのか、それともね、闇の多いイービル選手が全てを支配してしまうのかと、まあそんなこともね、考えつつ今後とも新日本プロレスをね、見ていきたいと思います。というわけでね、今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。